はい、こんにちは、116ウィンズです。コンオフ最後の大物 FA といえるニック・カステヤノスがですね、おととい、シンシナティ・レッズと4年6400万ドルの契約で合意しました。で、契約自体は4年なんですけれども、1年目と2年目終了時点で、まあ、カステヤノスが、まあ、契約からオプトアウトすることもできるということにはなっているみたいなので、まあ、もちろん来年ですとか再来年に、まあ、カステヤノスが再び FA になる可能性はあるんですけれども、まあ、ただですね、レッズ今年のオフは、まあ、マイク・ムスタカスも取りましたし、まあ、あとは秋山翔吾も取りましたし、まあ、非常にですね、打線の強化に力を入れているなという印象ですね。まあ、本気でこう、まあ、来シーズンプレイオフを狙いに来ているなという感じの補強が続いてますね。で、カステヤノス起用はおそらく外野が中心になるとは予想はされるんですけれども、まあ、ただですね、あまり守備の良くない選手ではあるので、まあ、打撃は非常にいいんですけれど、ちょっと守備にちょっと課題のある選手ではあるので、まあ、ちょっと4年という契約を与えたのもちょっと意外ではあったんですけれども、どうもですね、カステヤノス獲得はナショナルリーグでの DH 制の導入を見据えた動きなんじゃないかというふうにちょっと言われていますね。で、こちらがジム・ボーデンがツイートした内容なんですけれども、まあ、どうもですね、ナショナルリーグのゼネラルマネージャー間でも、まあ、早ければ2021年にナショナルリーグにも、まあ、DH 制が導入されるんじゃないかというふうにどうも言われているみたいですね。というのも、今の労使協定が、まあ、今年、今シーズン限りで失効するんですけれども、労使協定の、まあ、更新に伴って、まあ、最速で2021年、まあ、来年にはナショナルリーグにも DH 制が導入されるんじゃないかというふうな、まあ、考えがどうもあるみたいなんですけれども、まあ、もしこれがまあ実現するのであれば、まあ、カステヤノスという、まあ、非常に守備に難のある選手ですけれども、まあ、そういった選手にこう4年契約を与えたっていうところの理由にはなってくるのかなというのはちょっと個人的には思いましたね。ただ2020年シーズンはもちろんナショナルリーグで DH 制は導入されませんし、まあ、カステヤノスは守備をしなければいけないんですけれども、まあ、ちょっと現状ですね、レッズ非常に外野手が多いんですね。こちら40人枠で外野手登録をされている選手なんですけれども、選手の一覧なんですけれども、まあ、10人いるわけですよね。なんとですね、捕手と内野手登録の選手が、まあ、9人しかいない中で、まあ、外野手が10人もいるというところで、まあ、ちょっとこうポジションの、まあ、かなり偏りが生じてしまっている状況なんですね。で、ここから開幕までに、まあ、5人ぐらいまで減らす必要があるんですけれども、まあ、基本的にレギュラーがおそらくセンター秋山、ライトがアリスティディス・アキーノで、レフトがカステヤノスというところはほぼ確定と言っていい状況だと思いますので、まあ、残り1人か2人を誰にするのかという選択ですよね。まあ、おそらく昨年までのレギュラーであるジェシー・ウィンカーは、まあ、控えとしては間違いなく入るとは思うんですけれども、まあ、ウィンカーを控えに回せるというのもかなり贅沢な話ではあるとは思うんですけれども、まあ、ただですね、他の選手たち、まあ、特にそのフィリップ・アービンですとか、まあ、あとはスコット・シェブラーに関してはもうマイナーオプションが残っていない状況なので、まあ、開幕時点でメジャー入りができないと、まあ、ウェーバーにかける必要が生じてきてしまいますので、まあ、他球団への流出の可能性も出てきてしまうと。まあ、正直アービンかシェブラーのどちらかを落とさなきゃいけないっていうのはかなり辛い選択ではあると思うんですよね。まあ、アービンは去年打撃でもそこそこ結果を残してますし、まあ、シェブラーはちょっと去年はちょっといいシーズンとは言い難かったんですけれども、まあ、2017年に30本打ってる実力もありますし、まあ、決してですね悪い選手ではないので、まあ、この2人のうちのどちらかは、まあ、間違いなく落とさなきゃいけないというところで、まあ、かなり辛い選択を迫られるとは思うんですけれども、もうまあなかなかね、トレードというわけにもなかなかいかないでしょうから、まあ難しいですよね。まあ、どっちも残すということはできないですからね。で、他にもですね、まあ、去年デビューして、まあ、主にセンターを守っていた、まあ、ニック・センゼルに関しては、まあ、オプションが残っているんで、落とすマイナーに落とすことはできるんですけれども、まあ、ただですね、トッププロスペクトというところで、まあ、ちょっと彼を使うポジションが現状ないというところで、まあ、カステヤノスとの契約が決まった直後にですね、ちょっとトレードの噂がちょっと出始めてるんですね。
まあ、センゼルを駒にして、まあ、例えばクリーブランドインディアンスのフランシスコ・リンドアを取って、まあ、ショートを一気に補強しようという話も、まあ、ちょっと噂程度にあったんですけれども、まあ、結局センゼルのトレードは、まあ、ほぼ立ち消えになっているような状況ではあるみたいなので、まあ、センゼルはおそらくマイナーで開幕を迎えて、まあ、メジャーの外野陣に何かあった場合ですとか、まあ、あるいはセンゼルは本職は内野なので、まあ、内野手の誰かに何かあった時の、まあ、バックアップ要員として待機していくのかなというところですかね。で、何らかですね、まあ、開幕までにレッズは、まあ、この外野手の問題に、まあ、型をつけないといけないところではあるんですけれど、まあ、皆さんだったらどうします？私だったら、まあ、アービンとシェブラーだったらアービンを残すかなっていうところではあるんですけれど、まあもちろんその、まあアービンを残すと、まあ当然外野手5人になってしまうので、まあちょっとこう他の、まあポジションとの兼ね合いとかも考えると、まあちょっと多い気がしなくもないですし、まああとはまあレッズはマイケル・ロレンゼンも抱えているので、まあ二刀流のピッチャーで、まあ外野もできる選手なんですけれど、まあロレンゼンもいる中で、そんなに外野だけできる選手を抱え込む必要もあるのかというところも、まあおそらくあるとは思いますので、まあ、ぜひですね、皆さんの考えなんかをこうコメント欄に残してもらえると非常に嬉しいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。